あれゼルダが聞こえるってやつかな。なんかゼルダが、あ、いた。ゼルダが誰かの声聞こえるってたけど、こいつの声のことなのかな。こいつなんや。こんなやつブレワにはおらんかったぞ。完璧オリキャラやん。どこ行くんや。しかもこいつ壁にすり抜けるんや。あ、そこ俺が一番最初行ったところやん。え、こいつブレワにおったん。マジ。あ、みーちゃん、兄ちゃんじゃん。姿は出てない。え、兄ちゃんじゃない。ちょっと待って、兄ちゃんじゃない。これどういうこと。なんか倒すのは良くないよな。え、これ倒さないかな。これ、え、これ倒さない方がいいよな。あれ、あ、じゃあこれ、やばい、来た。でもこれは多分今倒さない方がいいと思う。普通に撃たれらそう、動物虐待で。うわ、めっちゃバゲモンいっぱいいるやん。モンスターいっぱいいるやん。来た。え、うん、そこ開くパターン、開くパターンや。これ女神像の中に入れるパターンね。こいつもしかして女神様か。あらら、これはこれはこれはマスターソードじゃないですか。お前マスターソード、お待ち申し上げてました。我が創造主より選ばれし運命の方。ファイ、それが私に当てられし名前。ファイ、時の向こう遥か過去から大いなる使命を背負い、あなたの身、ファイはそのためだけに作られた存在なのです。どうぞこの剣をその手に。我が創造主に選ばれしお方の鈴木。これは不可解な夢。私という突然の存在、親しい人物の安否が知れない状況。現状を分析すればあなたのその反応も無理ありません。ファイ、めちゃくちゃ睨んでるやん。めちゃくちゃ睨んでるやん。一切信用しへんな。ではファイから、進言をいたしましょう。この進言はあなたの気持ちを変化させる可能性の高いものです。あなたの探すお方、ゼル様の命は失われておりません。確かに機械っぽさあるな。あのミコもゼルザ様もあなたと同じく大いなる使命を託されし、定めのお方。あのミコ、あのミコも、ゆえにあなたがミコとの再会を望まれるならば、ゼルダのこと言ってるか。あなたはこの剣を手にするべきです。いかがですか、お気持ちに変化は。こいつファイ、これ以上の言葉は不要と判断します。どうか我が創造主の、命に従い、その手で剣を抜き天に掲げてください。なんか確かに機械ポさんの命令とかさ、判断するとかさ、こっちにもなんかありません。これなんですか。ちょっと一回これ抜くか。構える、は、え、どういうこと、こうなんや。正解こうなんや。わかった。お、こうや、こうや、こうや、こうで、こうや、あ、こうか、あ、あ、違う、逆逆逆逆逆逆、え、ん、え、で、こうや、え、この画角やばすぎやろ。ちょっと向き逆やった、多分こうやわ、こう抜かなかったね。俺こうしてたからこういった時に抜き判定になっちゃったんや。これやらかした、これ逆やったわ、これ。うん、
承認完了しました、マスター。マイマスター、鈴木。やっぱこいつブレ、ちょ、マスターソーだよこいつ。これ絶対マスターソーじゃない。鈴木。うん、申しはどう思うておったが、お前であったのが鈴木。この部屋、聖なる剣の間に現れると予言された若者は。予言されてたんや。ここは伝説の女神様が、我ら人間のために残された部屋だと伝えられておる。限られた者のみ光殿にて、受け継がれる言葉とともにな。こいつに見えてんのか、パイは。女神の剣、輝きし時、大いなる幸いよみがえらん。しかして、恐るることながれ、我導きし和光と聖なる場にその姿現せり。数日前のことだ。長年のひそ、長年ひそかにお守りしてきた、その剣が淡き光を帯び始めた。その光を見たときには我が身を疑ったが、よもや己の代で予言が現実のものになろうとは、夢にも思うておらんのだ、おらんなんだよ。あ、見えてんや。あ、見えてんや。口伝の通りだな。和光堂を導きし者、剣より出り、その者幼き姿になれど、万物の断りにたけし存在なり。うん、やはり人の光伝というのは、伝達手段に、手段は信頼に、足るものではありません。あ、なんかちょっと間違ってんのか。あなたの祖先が受け継いだ言葉から多くの情報が欠落しています。へえ、こいつ女神様に作られたんかな、もしかして。で、多分こいつマスターソードの中身じゃないか。導きの剣を抜きしはコード、女神に選ばれし強き魂の持ち主になり、大いなる幸いの影を、晴らす定めを与えられた運命の子。剣の精を携え、雲を越え空を下り、巫女と共に強さ光で大地を蘇る。あ、巫女と共にっていうのが抜けてんにゃ。ゼルダと一緒じゃないとあかんにゃ。だからこの書にはね、使える人よりもずっと広い大地と呼ばれる場所のことが書かれている。大地と巫女。なるほどね。マスターは我が創造主で、あられる女神様から託された使命を果たすため、そして巫女と、はい、ゼルダ様と再び巡り合うため、はる、かな地、雲海を越えたその向こうに広がる世界。え、あ、もう早速。しかし我らにとって大地は禁断の世界。降りるためには、眼下の広がる雲海を越えなれ、越えねばならん。だがあの雲は誰一人として通り抜けることは可能。これ手なんや。これ手こう隠してんのかと思ったけど違うんや。これ何これ。それは地上へ降りるための道筋が記された石板です。それをこの部屋の台座にはみ込むのです。ほう、緑宝珠の石板を手に入れた。思いして作られたかなり古いものだ。ほう、マスター、まずは部屋の奥に飾られている紋章にスカイボードを当ててください。スカイボードとは先ほどマスターが剣を天井に向けてかけられた時に、刃にたまった力のことです。スカイボード、スカイボードを、貯めた後紋章に向け剣を振るのです。ほう、それはブレワイでもなんか剣になんか魂があるみたいな話してたよな、ゼルダが。ここか、これ抜けばいいか。で、ん、違う、ここの状態で、この状態でセットしてこうか。めっちゃプリプリ震えてる。で、こうか。あ、はい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 、なるほどなるほど、了解了解了解、なるほどなるほど。お、おなじみの音、まだ掲げてんの。いや、もういいよ、終わって。調べる。これ常に使えんやろ。だからこう上げてこう、これ4つ石板必要なんや。なるほど、常に使える技なんや。あれがもうな、これ、マスター鈴木、雲海を越えられなかったのは女神様の結界によるもの。
その結界の一部が解かれ、マスターが通ることができる進むべき道が開かれました。すでにファイはあなたをマスターとして承認しています。ファイは常にその剣を宿りマスターと共にあります。今後は下を押してお見せください。こいつマスターソードってそういうこと？マスターソードってそういうこと？こいつがマスターやったからマスターソードってそのマスターのソードってこと？すごい小泉公務みたい。次、大いなる幸いの影が何であるか、わしにはわからん。しかしお前とズルダが重き運命を重ねておることに間違いなかろう。そのファイというものの言葉が真であれば、じゃあ誠であればズルダは生きている。生きてあの子も定められた自分の運命と何か向かい合っておるはず。鈴木は運命に従えばお前の身に何が起こるのか想像もつかぬ。だからそれでも我が娘をゼルダを助けてやってくれまいか。うん、今ここで目にした奇跡、わしに信じてくれ。頼む鈴木。荷が重いです。うむ、深紅の王座の旅なるであろうがすまぬ鈴木。あ、ご了承してくれば感じね。こっから大地、4つ大地あるって感じやな、多分。4つの場所。そろそろ夜も明けよう。お互い長き夜だったな。鈴木を旅に出るに、その服では少々心もとなかろう。お、鳥の湯の儀優勝したお前に、祝いの服が届いとった。あれならば長い旅路も適しておろう。着替えて行くがよい。何マジ？何？これ何くれんの？これ。このゼルダの衣装ね。うん。ブレワエでは見なかったけど、一般的にはこっちの方が普通よな。こっちはゼルダよな。じゃあリンクよな。それが今年のキジャンの服。最初にその緑を見たときは正直どうかと思ったが、いやいや不思議なほどお前によく似合うと。鈴木、うん、でもこれがリンクなんよな。うん、これがリンクなんよ。気をつけて行くがよい。町へ行き旅支度を整えることも忘れずにな。わしなんぞ、お前たちの助けになれるか、実質で故障を改めるとしよう。はいはいはい。何か用があれば、訪ねてくるがいい。お前と、そしてゼルダの無事を女神様に祈っておるよ。来た、これ、ざっと冒険って感じするわ。うん。鈴木、あ、セバスやん。こいつあれやん。いじめられたやつやん。その緑の服、かっこいいね。どこから見ても一人前の貴様だよ。校長先生から聞いたよ。ゼルダを探しに旅に出るんだって。ほんと、君はすごいよ。僕は大したことできないんだけど。これ頑張って作ったんだ。よかったら持って行ってよ。早っ。もらってから掲げるまでも秒やん。それは冒険のポーチといって、旅に必要な道具をそのサイズなら4つまでいることができるんだ。ショップモールに行けばいろんなアイテムを買えるから行ってみるといいよ。特に薬や盾なんかを、買っていくと役に立つから。鈴木、きっとゼルダ見つけたしね。あ、てかそうか、あれ行くか。お店ってどこにあるんやろ。あ、何、うん、聞いたぞ鈴木。雲の下に落ちたゼルダを探しに行くそうだな。校長先生は雲の下に大地があるなどとおっしゃっていたが、お前は大地とは何かしているのか。それがいわくある剣か、だが盾がないでは。それがいわくのある剣か、だが盾がないでは何と心もとない。この盾を持ってきなさい。やった、なんかもらえた。あ、木の盾や。木の盾は軽くて扱いやすいが、盾の中でも一番弱いタイプだ。火にも弱いので注意するようにな。もし壊れてしまったら次からショップモールで買うといい。縦を装備じゃ R を押しながら使う盾を選んでから R を反省されている。はい、わかりました。はい、 R を押して、あ、こうか。あ、縦の使い方ちょっと騎士団の人に教えてもらおう。マスター、さっきの石板との大地につながりについて確認いたします。光の柱はここから港の方角に出現、その柱の方向に大地へつながる穴があると推測されます。また剣のみで、大地に降りることは、生存率の低下につながります。ショップモールにて盾や薬などを買い、旅の準備をされることを推奨します。なるほど。一回ちょっとこれ、ん？あれか、あの光の柱か。これがショップモールか。うん。うわー、すごい、結構にぎわってますやん。お、あ、いや、ちょっと待たれ。お主の軍団の像が出ておる。まさかと思うじゃろうが、これから厳しい茨の道が道の前に立ち上がろうぞ。わしはお前の行く末を占うことができるじゃないやだ。このつぶらな瞳、そして純粋な無垢なわしの声に耳を傾けて損はせんぞと思うぞ。さあこちらに寄ってまれ。何やこいつ、うなってたけど。10ルーピー、特別に1ルーピー。マジか。 お願いしよう。これ
おお、それでこそ男じゃい。いやー久しぶりの客じゃない。あ、いやいいんだよ。そこんとこのつぶらない瞳にかけて、なんか五条先生と同じ目の綺麗さしてんな。うん、そう、それじゃ俺なんて死んだよ。おい、出たぞ、出たよ。お主はこれから行くところは、うっそうと茂った木、緑が何か関係してそうじゃろ。木がいっぱいじゃ。うん、木がいっぱい。だから木の種とかは買っていけばいいんじゃないかな。あと、お主は青二歳と出てるから、赤い薬とか買っていけばそこそこ頑張るんじゃないかな。今のところはこんなところじゃ。まだ道に迷ったら来るからいいだろ。あ、なんか、あれか。あれか、なんか、チュートリアルじゃなくて、なんていうの、導いてくれるのか。めっちゃすり寄ってきた、急に。めっちゃ来た。めっちゃ寄ってきた。あら、そこの生かしたお兄さん、ここは薬屋だよ。戦いなどで傷ついた時もこの薬を飲めば、ハートがたちまち回復さ。お兄さんも基地の端くれなんだろう。それだったらいざという時に、役に立つから買っておき、おいき。あら、あんた空き瓶を持っているのかね。うちの薬は瓶で小分けに売ってるんだよ。空き瓶がないと売れないんだよね。よし、男前のお兄さんに今日は特別に空き瓶を一つあげるわ。この空き瓶は薬以外にもいろいろ入れれる優れものだよ。重宝するよ。ほう、空き瓶。空き瓶とかは冒険のポーチに入れるものから R で確認するんだよ。物が持ってないぐらいたくさんアイテムを入れた場合は預かり屋に預かってもらうといいよ。さあ好きな瞬間選んでおくれ。じゃあ好きな商品を選んでくれ。これは、待て、これは不死薬剤、頑張りゲージが減らなくなる薬。でもまだ開発途中。ここやな。まあでもこれかな今は。てかこの200ルピア高すぎて買えへん。おお、なるほど、こういう感じなんや。これは、あ、申し訳ません、爆弾袋お持ちない方にお売りできないんですよ。本当に、あ、これ爆弾なんや。これ弓持ってなかったら無理なんやこれ。あー、はいはい。じゃあこれは、あ、お客さんパチンコ、あー、なるほど、パチンコ弓爆弾か。で、これが盾な。じゃあお前すり寄ってくんな。さあさあ盾の力で教わりましょうか。はいはい。ゼラナも心配だな。詳しいことはわからんが、お前の持っているその剣はこのスカイロフトの技物ではない。選ばれたものだけは持てる古の神器。そいつを持つようになった、いきさつを考えれば大体察しはつく。続きを、私は何も知られないが、せめてもの向け、鼻向けとしてお前にはまだ教えてない守り農業を教えてやろう。来た、基礎編だ。盾は敵の攻撃を防ぐために構える。単純だが、これそれが基本だ。構えて盾を下ろすには、剣を振るか B で剣をしまえばいい。ふんふん。逆に言えば、盾でガードしてるときに剣を振るとガードがオフにされるので注意だ。はいはいはい。まずこれやってみるだ。この状態か。で、こうで、守るときこうなんや。こうで、こうか。はいはいはい。でもシンプルやな。これだけか、でも。こういうことやな。あ、待って、そういうことか。はい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 、はい、タイミングゲーかこれ。あー、これはちょっと難しいな。おい、くぅ、さあ行きますか。あー、なるほど、オッケー、よし。お、めっちゃ大地やん。いや、これ PV で見たやん、ブレワイの2の。あれ、こんな PV と一緒やん、これ。え、ちょっと待って、え、これさ、この出てき方さ、あいつらと一緒やん。生瀬田三流と一緒やん、ブレワイの。知ってる、ブレワイの三流って、あ、で一回雲の渦作って、そこから帰ってくるの、あれ。まずは地上に着地される際はパラシュートを開かないと大変で危険です。あ、なるほど。今はファイがお手伝いしましたが、違いからマスターが着地の瞬間にずっとアローしてください。マスター鈴木。うん。これが西よりスカイロフトで伝説 されていた団地、大地です。そして、ここは封印の地と呼ばれてきた場所。
いや、さっきのね、あの空の飛び方がね、マジ PV と全く一緒やったんよ、あれ。うわ、え、これマジで関係あるやろ、これ絶対ブレワイ2と。うわ、早速ヤバそうなの来た。ゼルダ経験値ないからな。あ、わかった、こうや。この口の開き方によって変わんにゃ。おっと、あの紋章はあれやんけ、ナマセだ。インバーンとこちゃん、これ E ガダンのやつちゃん、これ E ガダンもあの紋章だったよな、あれ、あの紋章。あ、シーカー族や。なんだなんだ、ガノンか、これがガノンなんか。なんやこれ、こいつガノンの感じでもねえな。なんやこいつは。この封印を解かないの、こいつ多分あれか、ここのステージのボスか。シーカー族ですか、やっぱいるよな、シーカー族、やっぱシーカー族いるよな、ここ。これな、これね、マガマガしいじゃないですか、こよ、空へ料理し運命の子よ、携えし女神の剣を天空に掲げ、悪しきオーラに向け放つのだ。これ誰の声や、誰の声や。うん、シーカー族が入ることができる前から、その、ああ、やっぱ結構言ってたよ、なんかあいつら結構大昔から言うよな。なんかせー、なんかせーってないね。なんか壁画があるんですね、これ。あれか、最初、一番最初の説明でやってた戦いの話かな、この壁画は。こいつをぶった切ったいねんな。あ、まだそうです。はい、わかりました。わかりました。わかった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 ってわかったって、もう。ごめんやって、一回離れたわ。一回離れたわ、悪かったって俺が。こっから離ってばいいか、こう近づいていいか、OK?おぉ、ふぅ、これでどうなんの、これでいいの、え、なにそれ、あ、なにこれ、なにこれ。マスター鈴木に報告、スカイボードを受け、この一定の変化を確認。またこの辺りでマスターの持つパラショールと同じオーラを感知、すなわちゼルダ様のものと推測。ファイはマスターのその方向へ導く可能、これをダウジングと言います。ファイのこの能力について説明が必要ですか、お願い。イエスマスター。ダウジングとはマスターが探したい対象のオーラをファイが検査機で感知することで検知することです。オーラを発するものが近くにあるほど、反応が強くなっていき、振動と音で知らせます。またオーラを発する対象の方向はカーソル先で指し示し、正確な位置を特定することが可能です。ほう、では、はいはいはい、上ボタンを押しながらゼルダ様の対象に設定してみた方向を示してください。 OKOK、 なるほど、上ボタンを押しながらゼルダ、あ、そういうこと。お、待って、反応あり、反応ありです、こう、こうです、ほら、こうビンビンやもん、こう、ここビンビンやもんな、ここやねんな。うん、あ、開くん、あー、ここ開くんや、何のギミックもないんや、ここ。さっきのあれかな、なんかマガマガしいオーラを切ったからかな。
これマジビンビンやったほんまに。お、なんだここ。え、なんかいる？え、なんかいる。なんだこいつ。おお、ようこなすった。雲海を越え空より降りし運命の子よ。名は何という？鈴木？そうか、鈴木か。天にかけることに満ちる聖なる力、スカイボードを見事に使いこなし料理じゃな。その背に負う女神の剣にふさわしいもののようじゃ。わしは長きにわたりここに座して、そなたが来るのを待っておった。導きの使者。似てるよな。ここは悠久の昔、女神が作られた封印の神殿。そなたがここに来ることは、遥か昔より決まっておった。そなたの探す巫女も、今よりわずか前に、光と共にこの神殿に迷い通る。これは運命なのじゃ。しかし巫女は本来の定めとは大きく外れた形で、この大地に降りることになってしまった。悪しき力がそなたらの運命を変えようとうごめいておる。鈴木よ。巫女の行く末を、案じているのか。しかし今は前へ進め。あの娘は大いなる使命を持つ者。そなたもしっかりじゃ。娘は、斧が使命を知るため、ここからフィローネの森へと向かった。そなたも後を追うんじゃ。はい。この地図を見よう。分かりやすい地図。そこがフィローネに続く道だ。じゃが、不慣れな上に魔物もうろつくこの地を地図だけで歩くのは危険じゃ。今からそなたに呪しを立てる。力を授けよう。ほう。地図に呪しを立てれば、その場所に光の橋が上がり、遠くからでも目印ができる。ああ、はい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 。OK。ここか。はいはいはい。え、すみません。ごめんなさい。そんなに？え、お前、なんだお前。は？くそ。どうですかこれ。あ、よかった。何やこいつ。なんか細か。クソ細かいやん、このジジイのババアか分からへんけど、ジジイか分からへんけど。さあ、フィローネの森向かい、巫女のゼルダの後を追うのじゃ。この部屋にある宝箱の中身も持っていくがいい。これからの冒険に役立つだろう。じゃあ、役立つじゃろう。ん？何やそれ。おお、開けてくれんそこ。なるほど。その裏口から出て、まっすぐ森へ向かうというかろう。気をつけていくがよい。いずれ必ず全ての真実がその後の前に現れよう。今は恐れずに前に進め、鈴木。なんもなくねって、特に。ああ、なんか座れる。なんだこれ。宝箱なんてねえやんけ。あ、ありました、すいません。あ、これ盾。ハードも4つ回復するんや、これ。行くか。うん。よし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 、こっからか。あ、立ってるのろし。このピンあれと一緒やな、ブレバイト。あれですね、あそこに向かえばいいですね。